大学の本館レクトレートユニバーズ、リュブラナ大学は、スロベニアで最初に設立され、そして、スロベニアで一番大きい大学である。約5万6千の学生が在籍し、これは、世界で最も大きい大学の一つである。大学は、リュブラナ市に位置する。17世紀には、特に進学と哲学の学問が、スロベニアで確立された。 1810年、エカル・セントレリーズという名称で大学が設立された当時はナポレオン統制下時代だった。しかし、その後すぐにオーストリア政府管理下になり、大学は解体された。大学が現在の名称になったのは1919年に再設立された時である。再設立時は法学、哲学、科学技術学、進学、 薬学の語学部だった。大学の本館レクトレートユニバーズは、リブラナ市の中心地にある。本館は、当初1902年に、ヤン・ブラディミール・フラスキーによって、国家の大邸宅として設計され、その後ウィーンから来た、チェコ系オーストリア人の建築家、ヨシプ・フレツによって作り直された。リブラナ大学は23学部と3専門学校を、要している。 これらは、ルブリャガの都市の周辺に散在している。ありがとうございます。